駅前スポーツ一色9月の駅前始まるサンドイッチ。よいよよい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 押しているので怒られます。はい、今日こちら2つ目の街中応援会、ゲストは JR 東日本秋田支社の工藤浩介さんにお越しいただきました。工藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お忙しい中すいません、ありがとうございます。お越しいただきまして、もうね、おなじみといえばもう本当こちらの駅前始まるサンドイッチですけれども、いろはさん、駅前始まるサンドイッチは行ったことありますか？実はまだないんです。あら、なかなかお忙しいもんね。なんか駅前始まるサンドイッチでもなんかこうね、秋田芸者さんや秋田舞子さんとこうなんかコラボレーションとかっていうのもね、はい、あってもいいのかなと思いますし、キャミソールブラザーズ呼んでいただいてもぜひぜひいいのでね、本当にお仕事ください、はい、よろしくお願いしますということで、まあ、今回のこちら、まあ、駅前始まるサンドイッチと言いますと、まあ、本当あの駅前の西口の、芝生広場を使ってさまざまなイベントをこれまでたくさん催しされてきましたけれども、はい、今回は、はい、スポーツ一色、はい、というのはどういった内容になるのかというのは工藤さんの方から、はい、こちら教えていただいてもよろしいでしょうか？はい、今月のサンドイッチは、はい、9月の18日、うん、月曜日で3連休最終日。土曜日じゃないんですね。そうですね、月曜日、はい、今回は、3連休最終日に、多くの方にお越しいただきたいと思いまして、はい、秋田駅西口広場、うん、11時から、秋田駅前スポーツフェスタを開催いたします。素晴らしい。どんな内容なんでしょうか？はい、昨年から、サッカーや野球、バスケ、そして現在は、ラグビーとスポーツの世界大会が開催され、うん、日本も盛り上がっている中、盛り上がってますね。はい、スポーツの秋にふさわしい、イベントとなっております。はい、スポーツ体験ブースでは、うん、ブラウブリッツ秋田さんによるサッカーや、アランマーレ秋田さんによるバスケットボール、秋田ノーザンブレッツさんによるラグビー、そしてパラ五輪公式種目ボッチャなど、初心者の方でも、お楽しみいただける内容になっています。すごい。ブラウブリッツ秋田のサッカー体験もできて、はい、秋田ノーザンブレッツのラグビー体験もできて、はい、アランマーレのバスケット体験もできる。はい、すごくないですか？はい、すごいです。ね、でボッチャも体験できると、今話題のパラスポーツボッチャも体験できる。はい、ボッチャとは白いボールをめがけて、うんうん、交互にボールを投げていただいて、はい、白いボールに近い方に得点が入って、はい、その得点を競うゲームに、スポーツになっております。やったことありますか、いろはさん？ないです。ボッチャなかなかね、やっぱりこう老若男女問わず、あの本当に小さいお子様からおじいちゃんおばあちゃんまで一緒に楽しめるスポーツでもあるので、これもぜひ、ね、皆様のこちらの方イベントの方にお越しいただきましたら、ぜひ体験していただければと思いますけれども、いろはさん、なんかバスケット、はい、サッカー、はい、ラグビー、ボッチャ、どれ体験してみたいですか？私はラグビーを。ラグビー？はい、ちょっとラグビーを昔やってたことがあるので。すごくない？ラグビーやってたの？はい、やってました。え、ノーザンブレッツさんの妹チームのプレアデスっていうところで、うん、小学校から中学校までちょっとの間やってました。ノーザンブレッサーって妹さんチームがあるんですね。そうなんです。あ、すごい。プレアです。プレアです。はい、で小学校1年生から中学校3年生まで、はい、すごい、9年間。そうですね、ちょっとチームは変わったりはしてたんですけど、うん、やってました。え、ポジションは？ポジションは最初はバックスやってたんですけど、うん、だんだん大人になってきたので、あのウィングをやってました。トライ取る方だ。トライを取る方ですごい。ぜひじゃあ、あのね、明日、うん、じゃあ、来週月曜日か、はい、駅前始まるサンドイッチ、もし時間あればちょっとキックの練習をしに久々に行ってみようかなと思います。そうね、ぜひよろしくお願いいたします。でこれが一応そのイメージ写真として、ラグビーブースキック体験ができるということですけれども、いいですね。で今回の会場のこちら見取り図、先ほどもう一度のご覧いただきまして、芝生広場ではさまざまなスポーツ体験ができますというのですね、もう一回改めてご覧いただきます。こちらですね。でもノーザンブレッツのラグビー体験と、ブラウブリッツサッカー体験、そしてアランマーレバスケット体験と、そしてボッチャーのこれはプレパラスポーツ体験と
ありますけれども、そしてこのなんとイベント会場、まあ、スポーツ一色と言ってますけれども、やっぱスポーツをするとお腹が空いてくるわけじゃないですか、はい、なんかキッチンカーとか飲食ブースっていうのもあるんでしょうか。はい、今回も、3つの店舗の方に、素晴らしいお越しいただいております。はい、今回のグルメブースでは、うん、バワヘラアイスや、はい、大仙市の人気ハンバーガー店のコーナーゲートバーガーさんのホットドッグ、うん、はバナナジュース専門店のファンキーバナナさんがやってきていただきます。すごい、まだまだ9月とはやっぱ今年暑いですからね。そうですね、ババヘラは人気があるでしょうね、まだね。でこれファンキーバナナというのはなんかフルーツとバナナジュースっていうふうに考えていいんですか。そうですね、本物のバナナを潰していただいて、はい、でそれを飲むという。すごい、潰して飲む、はい、それを、はい、ちょっと潰していただいてこんな感じですね。そうですね、フローズになっているので本当に果汁 100% です。あ、美味しいやつだ、はい、昔昨日うちにあったもう生ジュースみたいなやつだ。あ、まあ、昨日うち分からない派いっぱいいるの。あ、すごい、みんな白い目だ。昨日うち分かりますよね、生ジュースね。わあ、マジでやばい、マイノリティ俺。美味しいのでぜひ調べてください。では、ね、今回ねこちらの駅前始まるサンドイッチスポーツ一色ということで、秋田県内でも今盛り上がっているスポーツがさまざま体験できますし、そしてキッチンカーで飲食ブースもございます。なんかいろはさん食べたいものとかありましたか。全部美味しそうだったんですけど、うん、やっぱり今日も暑いのでババヘラ。やっぱババヘラよ ね、 やっぱりね。黒さん何かありましたか、食べたいの。あ、私はファンキーバナナさんのファンキーバナナの、はい、握りつぶしたバナナをね、握りつぶして、はい、そうね、ぜひねお楽しみいただけ。じゃあ僕はじゃあこのコーナーゲートバーガーさんのホットドッグをねぜひ楽しみたいなと思います。では最後にですね、改めましてこちら駅前始まるサンドイッチの PR を椎名ちゃんご覧の皆様にですね、工藤さん、はい、2日目でお願いします。はい、はい、今回の、イベントはスポーツを知る、スポーツを知っていただくことを目的に、企画をしました。はい、さまざまなスポーツを体験できますので、9月の18日3連休最終日は、うん、秋田駅西口広場にぜひ遊びにいらしてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。駅前始まるサンドイッチですが、まあ、今回は9月の18日の月曜日、はい、午前11時から夕方の午後4時まで駅前のこちら芝生広場で開催されます。ぜひぜひ皆様遊びにいらしてください。ましやか応援会2つ目の話題、駅前スポーツ一色、9月の駅前始まるサンドイッチ、こちらについてゲストは JR 東日本秋田支社工藤康介さんにスタジオにお越しいただきました。工藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。